もしもし、アチスですけど。ああ、なんかさ、ちょっと周りに心配されてんの知ってる？知らない。あのさ、一応言っとくけどさ、コーヒー屋さんでさ、コーヒー飲んでさ、氷までバリバリ食べてるでしょ？食べてる食べてる。あれ、ちょっと奇妙だよ。なんで？あんまりアイスコーヒー飲んでコーヒー屋さんで氷バリバリ食ってる人っていなくない？そういえばそうかな、うん、周りの人みんなさ、あのアツシがさ半べそかきながらベーグル食べてんの見てさ、はぁと思ってると思うよ。あの一点さベーグル見つめてさ、なんか涙目に投げながら食べてるらしいじゃん。なんか噂で聞いたんだけど。でそんな噂になるほどなの？なるんじゃない、あれ。だって例えばアツシがさサンドイッチをさ無言でさ涙目でさずーっと見つめながら食べてる人がいたとしたらさ、どう思う？一杯のかけそばみたいになってるじゃん。そうだね、俺そんなことはないと思うよ。いや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 、あるよね、明らかにあるよね。周りの人、あの人大丈夫かなって思うと思うよ。たかがベーグルじゃん。それとベーグルじゃん。だってさ、普通さ、あのなんて、普通の人と頼み方違うじゃん。どう違うの？だってお店の人にさ、どっち食べますって言われて作りたい方っていう人ってあんまり日本ではいないんだよね。そのなんか淳の常識とちょっとそのなんていうの、かけ離れたところでちょっと今週大丈夫かなと思われてると思うよ。俺は分かるよ、言いたいこと。あのあれでしょ、イタリアンとか行って、あの何今日作れますみたいな感覚で言ってんでしょ。ああ、まあ割とそんな感じ、うん、だって作りたくないもの作らせても大体美味しいもの出てこないからね。だからさ、そこがさちょっと普通の人とかけ離れちゃってるわけ。もっとこう、なんていうのかな、作る方もさ、えっ？ってなるわけよ。でお店にいる人たちも、えっ、この店ってそういうルールなの？みたいに思っちゃうわけ。わかる？わかんない。いや、それさ、なんていうのかな、そのなんかそのお店の常識みたいなのってあるじゃん。それをさ、こうなんかこうなんかこう勝手に作っちゃってるようなとこあんだよね。なんかさお店の人に対してさ、何なら作れますとか、その何作りたい気分ですかとかさ、それってあんまり日本ではないわけ。わかる？だね、多分なんだけど行くお店間違えてると思うよ。なんかさ、あの結局経営者の人も日本人だし店員さんも日本人なのね。その辺ちょっと分かんなくなってない？うん、分かんなくなってないと思うけど。いや、あのさ、なんていうのかな、あのちょっと違うと思うんだよね。あの、まあ俺も日本に来て長いから、その日本的ルールはもう十分学んでるつもりだけど、俺ですらさ、ああいうメニューの頼み方はしないもんね。
なんかちょっと感覚ずれてると思うよ。ちょっとお客さん引いてるし、店員の人も若干だけど、なんていうのかな、隔離したい雰囲気っていうか、あのお店行くのにわざわざ何時頃ならいいですかとかさ、それってさ、なんていうのかな、町のコーヒー屋さんにやることじゃないと思うね。そうなの？そうだと思うよ。だってわざわざさ、あっち楽器屋行くときもさ、何時頃だったら都合がいいですかとかさ、何時頃なら空いてますかって聞くじゃん。気持ちはわかるよ、気持ちはわかるよ。それ厚して気遣いだよね、わかるよ。そのなるべく空いてる時間帯とかお昼ご飯にあのぶつかんないようにとか思ってるわけでしょ。それわかるわかる、俺もそうするけど、でもそのなんていうのかな、街のコーヒー屋さんでそれやられると店の人もさ、なんか妙にこうなんていうかプレッシャー感じちゃうっていうかさ、だと思うんだよね。だから私電話してもさ出ないんだと思う。で何言い出すか分かんないじゃん。え、そう？そうだと思うよ。なんかちょっと違うんだよね、やってることが。多分あのアルフォンソも薄々思ってると思うよ。あのなんかさ、ちょっと途中の記憶飛びすぎてない？そんなことないと思うよ。だってさ、なんか何年か前に自分の作った曲とか忘れちゃってるじゃん。あれってさ、ちょっとやっぱりおかしいよね。そう？じゃあ全部覚えてる？作った曲。俺は覚えてるね、自分で作った曲ぐらいは。そういうのはなんていうの、忘れないと思うよ。あつし忘れちゃうじゃん、自分どの曲作ったか。自分で作った曲聴いてさ、この曲いいねとか言ってるじゃん。あれってなんか自画自賛してるみたいでおかしいよ。あれ本当に忘れちゃってるんでしょ。忘れちゃってる、忘れちゃってるから、あんななんか本気でさ自分の曲聴いてこれいいよかっこいいよとか言い出しちゃうんだよね。あ、周りの人とかってえっと思うわけさ。なんていうの、照れくさそうにとか言えば、あ、なんかこう自画自賛してんだなと思うんだけど、本当になんかさ、なんかこうヘッドホンで聞いて涙ながらにさ、これいいですねって言って、あれ自分の曲みたい、なんで俺のクレジットみたいになってるじゃん。あれやっぱりさ、周りの人ちょっとおかしいかなと思ったけど、やっぱちょっとおかしいんだなってこう探り入れるようになるわけさね。そう、そうだね。で正直最近じゃない、記憶戻ってきたの。途中飛んでるでしょ、何年か飛んでる。とね、飛んでるね。気づいたらだってなんかね、50歳過ぎててびっくりしたよね。そうでしょ、正直言って45歳ぐらいからの記憶ないでしょ。俺と知り合ったのいつだか覚えてる？覚えてないでしょ。だから気づいたら近くにいましたみたいな感じでしょ。それがおかしいんだって。そういうのって大体みんな、そういつ出会ったかとかさ覚えてるもんなんだよね。俺少なくても淳といつ出会ったか覚えてるもん。え、どこで会ったっけ。それいいよ、自分で思い出すまで考えてないよ。俺は覚えてるけどね。そういうとこさ、自分でちゃんと記憶のさ、なんていうの、神経みたいなの直していかないと治んないと思うよ。その病気だかなんだか知らないけど、先天性なんとかってやつやばいと思うよ本当に。大丈夫？
大丈夫だよ。特に生活に支障はきたしてないよ。いや、なんていうの、きたしてるからさ、周りがさ、物くれたりするわけじゃん。普通さ、そういうもんくれたりしないからさ、なんか淳さ、もらい物だけで生活してるじゃん。そうね、よく考えてみるとそうだね。ちょっとね、なんていうの、一般社会常識からかけ離れちゃってるから、わかるよ、わかるけど、わかるけど、その、なんていうのかな、俺ですらそこら辺のところはさ、心得てるわけ。もうちょっとその一般社会常識みたいなの学ばないとダメだと思うよ。わかるけどね、わかるけど、そういうとこも学んでかないと、ここ日本だからね。わかる、わかってるよ、そんなの。うん、だからさ、わかるよ、わかるよ、今の技術でその先祖が何とかわかるけど、それってすごく親しい友達とかに言ったら、それああなるほどねって思うけど、いきなり自分のルーツはユダヤ人ですからとか言い出すと、はってやっぱ思うわけ。日本人は日本人でしょっていうのが日本の常識なの。何県出身みたいなのが日本の常識なのね。でさ、そういうとこぶっ飛ばしていきなり、いや僕ルーツユダヤ人なんですとか言い出して、ベーグルってユダヤの食べ物ですとか言うと、それってさ、一般的にはオランダとかドイツとかいう話になってるわけ。そう、ユダヤ人とか言い出した時点でユダヤってなるわけよ。そもそも日本人の人口の中でさ、どれぐらいの人は旧約聖書とか読んだことあると思ってんの？結構みんな読んでんじゃないんだって。広告代理店のね、コウさんも読んでるし。だからさ、あの人広告代理店じゃんし、まあ、そういうの好きだからじゃん。他に誰がいるの？旧約聖書読んでる人。ねえ。わかんないけど、今何読んでんの？今読んでんの？ソクラテスの弁明。プラトンでしょ？あのさ、なんていうのかな、読書すんのもいいけど、もっとこうカジュアルなものも読んだ方がいい。読んでこう一般常識を知った方がいいと思うよ。そんなソクラテスの弁明とか読んで、そんな話題振られてもはってなるだけだから。俺ですらなるから。読んでないの？いや読んだけど、読んだけど、そのなんか淳の常識をあんまり周りにこう押し付けてるつもりはないんだと思うんだけど、ふって言った時になんかえってこう周りが思っちゃうようなことを言ってるわけ。そんなこと言われたってさ、わかんないよっていう話をしちゃうわけ、しちゃってるわけ。そこのとこもうちょっと気をつけた方がいいと思うよ、本当に。なんか連日説教してるみたいで申し訳ないけどさ。ああ、ありがとう、ごめんね、忙しいのに。いや忙しくはないけど、別に忙しくはないけど、ちょっと淳心配になってさ。大丈夫？なんかキノコ買ってきて、キノコカレーとか言ってるけどさ、なんか突然なんかキノコって言っても買ったのかな、なんか山行って積んできたのかなみたいな。で本当にさ、山とか行って草とか取ってきて食べちゃうじゃん。リアリティあんだよね。周り心配になるわけ。もうちょっとこう、なんていうの、買ってきたものを披露するとかさ、そういうのをした方がいいよね。なんか石拾ってきましたとかさ、どこどこで、なんかこの前もさ、なんか言ってたじゃん、なんだっけ、なんかアリンコ見て美味しそうだと思ったとかさ、ああいうのって、まあアルフォンソさんにはいいと思うよ、加納先生も笑ってくれると思うけど、一般社会的にアリンコが美味しそうとかいうさ、人類っていないと思うのね。アリンコ食べられないし、まず食べてる人種もいるんじゃない？
いや、いないいない、アフリカの奥地ですらいないよ。そんなアリンコ見つめて美味しそうだなって、どんだけお腹空いてんだよこの人っていう風になるわけ。周りも心配になるし俺も心配になるわけ。わかる？ごめん、なんか目をかけてみたい。ごめんね、忙しいとこ。忙しくはないけど本当にちょっと若干心配っていうか、かなり心配だからさ、あんま周りに迷惑かけないようにしてね。毎回定休日とか言われてんのもだいぶこの人って分かんなくなっちゃってるんだなっていうのを思うからさ、明日定休日ですよとか言って、明日一日生きてられますかみたいな感じの確認になったら、でそこら辺のとこさよく分かった上できちっと一般社会的行動をしてくれるね、頼むよ。ごめんね忙しいとこ。いや忙しくはないけど、まあ、忙しくはないけどあんまり周りに迷惑をかけないように生きてってくれる、頼むよ本当に。うん、ありがとうね。うん、じゃあまあそのうち遊びに行くからさね、それまで生きてて。いや生きてるよ大丈夫だよ、死なないよ。いや死にそうだから言ってんだよ、死にそうだから言ってんだからさ、俺の忠告ぐらい聞けよな。分かってる、分かった、ありがとう。ごめんね忙しいと。いや忙しくはないけどさ、いやもう切るよ電話。じゃあね。